わがまま、気まま、旅気分は BS 富士並びに富士ネットワーク各局で放送される気候番組である。制作は FNS 各局持ち回りで BS 富士では2000年12月の開局時から放送されている。番組表表記は場合により旅気分と短縮して記載されることもある。日本各地、または海外の観光地や名所などを FNS 各局のアナウンサーやタレントが体当たりレポートする。タイアップも多く、視聴者プレゼントもある。2000年より、目覚ましテレビ公認はがまま。気まま。旅気分のタイトルで放送開始、このタイトルを長年使用してきた。ただ、目覚ましテレビ公認を標榜してきたものの、地上波で放送している、目覚ましテレビ及び姉妹番組の目覚まし度、 曜日と直接連動しているわけではなく、目覚ましテレビ担当の各局アナウンサーが、リポーターとして登場することがある程度である。NNN、NNS クロスネットのテレビ大分も参加している。番組は原則として、ハイビジョン制作である。しかしながら、制作開始当初は、参加局の大多数が、標準画像で制作していたため、テレビの機種によっては、 学縁放送になることも少なくなかった。また2000年代末期以降、親番組、目覚ましテレビの中継数が減少傾向であることや、2000年代後半頃からの経済不況による広告収入の落ち込みなどによって、各局とも番組の企画と制作に非常に苦労しており、年度によってはそのつぼねが制作を見送る場合もある。特に2009年度は、 各局とも経営悪化による制作費削減の影響で、これまで年2回以上制作していたツボネの大半で制作本数が減少した。この影響で BS 富士での放送が休止になる週も続出した。一方で2010年度以降、制作本数を増やしているツボネもある。なお、視聴者プレゼントの宛先は2010年度までは制作局のみだったが、 2011年度より BS 富士での全国放送は BS 富士、地上波放送分は制作局とそれぞれ異なる宛先となった。宛先告知は地上波、BS 用ともに制作局が作り制作局と BS 富士のそれぞれで差し替えている。また放送会によっては視聴者プレゼントがない場合もある。2012年度より目覚ましテレビが フルリニューアルされたのに伴い、目覚ましテレビ公認がタイトルから外れ、わがまま、気まま、旅気分にかい BS 富士における最初の放送は開局翌日となる2000年12月2日だが、富士テレビでは BS 開局2ヶ月前の同年10月3日に、地上波のチャンネルアルファで放送された BS 富士紹介番組、BS フライング TV 内にて、 同局制作の第一回作品吉田恵が放送された。初期の頃は制作会によって冒頭に目覚ましテレビキャスターの大塚則和と小島夏子が同番組のスタジオで挨拶する映像が挿入されていたことがあった。BS 富士の開局当初は当然のことながらソフト不足などにより同じ放送会を2回以上放送していたこともある。 毎週土曜日6時6時55分、FNS 各局でも制作したつぼねが BS 富士放送の前後に放送している。富士テレビでは通常放送はないものの、深夜のメディアの内度枠で時折放送されることがある。放送では原則として現行のものを使用する。なお、二代目使用機は放送会によっては初代ロゴが使用されることもあった。 BS 富士では2000年12月の番組開始当初から連動データ放送を実施しており、リモコンのボタン一つでおすすめの宿、店、土産物の情報を見ることができた。また、トップページには、目覚ましテレビ司会の女性アナウンサーの顔写真とコメントが掲載されていた。土産物の情報ページでは、放送会によりプレゼント情報を掲載していた。なお、 連動データ放送は2009年3月28日放送をもって終了している。出演者の組み合わせは主に曲アナウンサータレントというのが慣例だが、曲アナ数人のみ、タレント数人のみ、または地元曲アナ富士テレビ局ナという組み合わせが発生することもある。また、番組のナレーションは原則として制作局のアナウンサーが担当する。なお、関東、 近畿地方でロケを行う会は2015年現在、系列の他局が制作する場合がある。アナウンサーなどの役職は出演当時。年月は BS 富士放送基準、罰は個人。放送日は BS 富士を基準とする。なお、制作局の放送時間、出演者役職などは当時のもの。また、表内の出演者の NA はナレーションを意味する。 2005年度、2006年度、2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年度、なお、2011年度は、フジテレビ、関西テレビの制作による作品は放送されなかった。2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2021年。ありがとうございます。